Thank you.
みたい機械生命体はこの奥にいるそうです。しかし気をつけてくださいね。我々機械生命体は危険ですから。自分たちが危険？ええ、客観的事実です。ネットワークから切り離された私たちはお互いの情報を共有していません。言葉を交わしても本心とは違うかもしれませんので。言葉か。
USB で使う生命体はこの奥にいるそうです。しかし気をつけてくださいね。我々機械生命体は危険ですから。自分たちが危険？ええ、客観的事実です。ネットワークから切り離された私たちはお互いの情報を共有していません。言葉を交わしても本心とは違うかもしれませんので。言葉か。ようこそ神の宿る場所へ。私パスカルと申します。和平交渉についてお話をさせていただくために。教祖様は神になった。神になった。教祖様は神になった。神になった。教祖様は神になった。神になった。私たちも神になる。神になる。私たちも神になる。神になる。君たちも神になる。神になる。君たちも神になる。神になる。君たちも神になる。神になる。みんなで死ね。神になる。こちら 2B。
廃工場跡地で適正機械生命体と遭遇。脱出ルートの確保を要請。通信環境の不安。救援信号ルーパー陣。了解。Yeah.
通信環境が不安定で転送は使えない。
そのまままっすぐ進んでください。了解。
使えない。
のまま真っすぐ進んでください。了解。
までのルートを確保完了です。ありがとう。
私はレジスタンスキャンプに行く。パスカルはどうする？私は自分の村に帰ります。村の撮影をしなくてはいけないので。そう。こちらレジスタンスキャンプ。通信状況が悪い。電波障害を確認。機械生命この通信地震要請頼む。急ごう。生命体の数が増えてる。原因不明。
バンカーにレーザー通信での呼びかけを継続。了解。ドゥービー大丈夫？急に奴らがキャンプになだれ込んできて、応戦したんだが銃が効かないんだ。敵個体からエネルギーシールドを確認。推奨近接物理攻撃。わかった。あなたは他のアンドロイドを退避させて。頼む。ありがとう、ドゥービー。助かったよ。一体何が？わからない。奴ら急にこの拠点に攻め込んできて。何？キャンプの外から聞こえたぞ。早急な復帰。
面界を呼び寄せて推奨敵大型兵器を破壊。
のですが、私たちの武装では。まずこいつを排除する。その統括しているユニットを破壊すれば全体の活動が停止するの。おそらく。ポット、イブの位置を特定できる？報告、位置はすでに特定。地図にポイント完了。私たちがイブを倒す。パスカルは村を守ってて。お気をつけて。これは広範囲に強制通信を撒き散らしているみたいです。おそらくこの強力な通信が敵の機械生命体を凶暴にさせているんだと思います。イブを探し出して破壊しましょう。了解。来たのか。お前たちも思うだろう。こんな世界意味がないって。俺にとっては兄ちゃん、兄ちゃんだけが全部消えてなくなる。Yeah!
界生命体からエネルギー供給を推進。ネットワーク経由で周りの奴らのエネルギーを吸ってるのか。このままじゃ拉致が開かない。リブをハッキングして停止させてみる。トゥビー、エンゴス。了解。ハッキング中の 9S 本体を防衛する。敵本体が接続されているネットワークは膨大。予測 9S のハッキング成功確率は低い。推奨 9S。 うるさい。 9S がやれるって言ったらやれるんだ。
全部。データで巻き戻ることはできるから。でもそれじゃ今の君は戻ってこない。そうだね、汚染データをバンカーにアップロードするわけにもいかないかな。ナインエス、データ信号が共鳴し合って、生命体側に残していたみたいで、何か気づいたら周囲のネットワークの上で自我が再形成されたんだ。
こうやって複数の自我が統合されていくのは貴重な体験だから記録しておきたいんだけど、まだ保存領域へのアクセスができてなくて、とりあえずこの辺りにある敵のメモリーに多重化して保存しておいた後に僕が自分のボディに戻れたんです。よかった。機械生命体と私たちアンドロイドを分かつものは何だろうか。意志と感情を持つに至ったロボットたち、彼らが死の間際に振り絞る最後の叫びが今もまだ私の中に残っている。That some way, somehow, that I
save every one of us, but the truth